どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、パックリ前髪の直し方、これについてご紹介します。パックリとね、割れてしまう前髪、生え癖があってしっかりとねスタイリングしてもなかなかうまく前髪が決まらない、そんな方って結構ねいらっしゃると思います。僕も前髪のねこの真ん中の部分ですね、もうこっちにしか生えない生え癖があって、こっちにねスタイリングしたいのにもう絶対こっちにしてしまうってことがあって、結構毎日ちょっとイライラしてました。これをね直すのにはやっぱりね、こう水でちょっと濡らしてみたりとか、でドライヤーでね、こう僕だったらこっちに行っちゃうんで反対側に乾かしたりとかしてやるんですけど、結果また元通りになってきてしまうんですよね。その生え癖、これを直すための時間って本当もったいないですよね。今日はそれを改善する方法をご紹介します。ではその改善する方法っていうのはこちら、このハサミです。普通のハサミじゃなくて、見てください。歯が1本しかないんですよ。切れないハサミです。これで施術をすることによって生え癖が改善されたりとか、根元のねボリュームがアップができたりとかすることができるんです。しかも効果が約 2,3 週間持ちます。ではね、実際に僕のお客様で前髪の生え癖があった方がいたんですけども、その方のね動画を今から見ていただきますので、この生え癖がね治るところぜひ皆さん見てみてください。皆さんどうでしたか？結構すごくないですか？普段ね、そのお客様でこうパッカリ割れてたのが、これでね、目元をこすることによって、パッカリとしてたところが自然に落ちるようになったんです。これが約2、3週間もあったんですね。じゃあなんでこういうことができるか。ちょっと簡単にね、メカニズムをご紹介します。まずね、この毛穴の部分、シャンプーしても、やっぱりね、それだけで取り除けない皮脂が結構溜まってたりもします。あとは、櫛とかで溶かしても絡まりが取れない髪の毛だったりもあるんですね。それをこのハサミで改善することができます。本来ね、この毛髪根元の部分にはプラスの電子みたいなのがあって、こういったね、ハサミで溶かすことによって、プラスとプラスの電子でこう擦り合って静電気を起こすんです。で、このハサミ毛がマイナスの電子を持っているので、これでその汚れを吸着させて取り除く、こんなメカニズムになってます。なのでね、その汚れを取り除いたりとか絡まりを取り除くことによって根元の生え癖が治ったりとか、あとはペタッとする髪の毛のボリュームが出たり、こんな感じになってくれます。はい、ということで今日はね、パックリと割れる前髪だったりとか生え癖の治し方についてご紹介させていただきました。気になる方はね、普段通っている美容師さんにね、ちょっとこういったことを聞くっていうのもありですし、もしね
ご興味がありましたら概要欄にインスタのアカウント載せておきます。そちらでね DM いただければまた詳しくねご説明させていただきますので、よかったらご連絡ください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。